杉名は、シダ植物門特撮な特札木特坂か特族の植物の一種。日本に生育する特札類では最も小柄である。春先に出る奉仕系をつくしと呼ぶ。和名杉名の由来は、地上部が杉を連想させ、春のつくしが食用されることから、杉の名の意から名付けられたものである。つくしは、杉名にくっついて出てくることから、つく子。 袴の部分でついでいるように見えることから、続くことなった説が有力である。つくしんぼ、つくしんぼを、地域によっては、法子子とも呼ばれる。つくしは、土から出てきた、法子系が伸びきる前は先端がまで、袴に覆われており、その形状が、筆に似ていることから、つくしという字が当てられたと考えられている。学名のエクアセトアムは、 族の学名エクアセトアムのエキスは、馬、セタは、動植物の、ゴーム王の意味である。杉名の中国植物名は、モンケイという。日本では、全国の北海道、本州、四国、九州に分布する。市街地周辺から、農耕地帯に広く分布し、山地、原野、野原、荒れ地、畑、土手、道端など日当たりの良い酸性の痩せた土地を好み、 大小の集団を作って群生する。多年生の総本。浅い地下に地下茎を長く伸ばして、節から地下茎を出して、よく繁茂する。生育には、湿気の多い土壌が適しているが、二十歳にも生え、南房除雑草である。地下茎から地上へ出る、方子茎と栄養茎に分かれ、栄養茎を過ぎな、春に出現する、方子茎をつくしと呼び、つくしの方は、 食用もされる。つくしは、淡かし色の円柱型で中空、袴と言われる葉の変形物がつき、てっぺんに胞脂母がついている。早春、南向きの土手などに、他の植物に先駆けて、つくしが地上から生えて、繁殖のため胞脂を放出した後は、胞脂系は枯れてしまう。その後、同じ場所に栄養系が生える。 栄養系は高さは30センチメートル前後になり、緑色で光合成を行い、節に鞘状の変形葉がついて枝が輪生する。地下系は地中で長く伸び、畑を耕して切断されても再生することができるので人間の手による除去は困難である。春、目が深いことから地獄層の別名を持つ。春に地下系から つくしという胞子形を出し、胞子を放出する。薄茶色の円柱型で中空、袴と呼ばれる茶色で臨場の葉の変形物が鞘状になって茎を取り巻いている。頂きには六角形の胞子が密生する茎の部分を覆っている皮のことで、つくしの場合は、途中から生える時に穂先などを保護する役割を持って、おり、成長後も残っている。 つくしの竹は10から15センチメートル程度である。つくしの成長後に、それとは全く外見の異なる栄養系を伸ばす。栄養系は、茎と葉からなり、光合成を行う。鮮やかな緑色で、竹は10から40センチメートル程度。主軸の節ごとに、関節のある緑色の棒状の葉を隣生させる。上の節ほどその葉が短いのが、全体を見ると、 次の樹形に似て見える。つくしの穂は、やがて緑色を帯びた埃のような胞子を排出すると、枯れてしまう。顕微強化で見ると、胞子は、休憩で、2本の紐が1箇所から四方に伸びている。これを、玉糸という。この玉糸は締めると胞子に巻きつき、乾燥すると伸びる。この動きによって、胞子の散布に預かる。 顕微鏡下で観察しながら、そっと息を吹きかけると、瞬時にその形が変化するのを見ることができる。また、つくしは、俳句において、春の季語である。同様、つくしで歌われるように地域に親しまれ、つくしの姿の可愛らしさがめでられることが多い。春の風物詩として、春の脳を描く際には必ずといって良いほど描かれる。また子供は、喜んでつくしを積む。 他に、つくしやすぎなの関節から茎を引き抜き、改めてそれを刺しておいて、どこで節油いだと言って切れたところを当てさせる遊びがある。実用的には、つくしと若いすぎなは食用にでき、また栄養系は、利尿作用の効用がある器具せりにもなる。すぎなの地上部には、アルカロイドのエキセチンとニコチン、サポニンの一種である、エキセトニン、フラボノイドのイソクエルシトリン、 グルテオリン、エキセトロンのほか、脂肪、フィトステリン、ビタミン C、ケイ酸などを含んでいる。サポニンには、巨炭作用と、鎮外作用が知られている。またフラボノイドには、利尿作用があると考えられている。つくしコールつくしは、春の山菜として親しまれ、胞子を出す前の若い10センチメートル程度のものが、採取される。子母とを取り除いて、 茎だけを茹でて、水にさらして、アクを抜き、汁の実、酢の物、おを浸し、煮物などにして調理される。味は、一般に美味しいと、表現されるが、苦味がある。杉は葉のような枝が伸びる前の若いものを土から掘り出して、一度、茹でてから細かく切り、佃煮に調理される。しかし、チアミナーゼ、アルカロイド、無機ケイ素などを含むため、 多量の摂取は推奨されない。また、心臓、腎臓の疾病を有する人、ニコチンに対する過敏症を有する人の摂取は禁忌とされる。さらに、チアミナーゼによるビタミン BE1 欠乏症を起こす恐れがあるとされている。若い栄養系を乾燥、焙煎したものを茶として用いる。杉菜茶には体調を整える効果があると言われている。 5月から8月頃に、地上の栄養系の前奏を刈り取り、水洗いをして、天日乾燥させたものは生薬になり、トイ,イバラと称されている。薬効は、利尿作用、巨炭作用があり、肝炎、膀胱炎、浮腫、膝かぶれ、咳に良いと言われている。民間療法では、炭が絡んだり、膀胱炎で尿の出が悪く、 むくみが出る時などに、門系ついた日量3の 15g を水400から 600cc でとろびにて、半量になるまで煎じ食感3回に分けて服用する用法が知られている。この煎じ汁をうがい薬代わりに使っても、巨端、鎮害の働きがあると言われる。汗もや膝かぶれには、濃縮した煎じ汁か、 商用をすりつぶしたものをレーシップすると良いとされ、修練作用が役立つと考えられている。若葉やつくしを食用した場合でも、巨炭の効果があると言われている。幹部の熱を取る薬草で、炭が切れにくい咳や、強い利尿作用から、尿が出にくい時が良いとされるが、妊婦や冷え症の人への服用は禁忌とされる。ヨーロッパでは、民間療法で失神などで活用されている。 杉菜の乾燥用を、浴頭量として、風呂に入れて入浴すると、アトピー性皮膚炎、うるしかぶれなどを和らげる効果があると言われている。生薬としての杉菜の紅葉は、古くから伝承されていたが、花粉症対策としての効能があるとの発表があり、注目が集まっている。ただし、この効能は、公的に認められているわけではなく、人での信頼のおける有効性よび安全性を、 示すデータはない。ありがとうございます。